私の大好きな海外のお菓子紹介していきたいと思います。こちらも原宿で買いました。隠れ場所にありますのでぜひ探してみてね。じゃあ早速紹介していきます。これめっちゃ楽しみだった。もんちゃん海外のお菓子が大好きなんだもんね。そう、最近めっちゃドハマり。ドハマり。はい、皆さんもう私といえば何でしょう。い地球グミ。正解。そうなの、適当に言った。地球グミ買いました。じゃん。こちらはですね、この方が作ったものです。これいくらだったかな。こちらはでもネットで買うより安かった確か、これ500円くらい。1200円くらいでした、うん、でもネットだったらもっと高かったもん。ネットは2000円くらい、うん、2900円とかした、うん、こちらお得になっておる地球グミです。で次、うん、次はですね、すごい高かったね。私がめっちゃ欲しかったやつ、うん、サッカーボールグミです。出たー。トローリープラネット本物ですね。こちら前黄色いさサッカーボールグミってあったじゃん、うん、あれ偽物なの。これトローリって書いてあるのが本物ですね。へー、あ、そういうことか。プニプニです。次は、次はですね初の、うわ、あ、まあ、全部初なんだけど、スイカグミ。おー、美味しそうじゃん。ね、これ可愛いよね。可愛いね。もんちゃんスイカが大好きだもんね。そう、でもスイカとグミは合わないんじゃないの。じゃあいらないんじゃないか。聞いたんですよ。あー、これママ気になる。これ何、ひよこグミです。だってさ、なんでさ、サッカーボールとかさスイカとかでこれひよこなのって気になるよね。え、偽物。違う違う、これは本当は偽物しかないんだけど、うん、多分これ偽物だから、あの、これはあのカエルの子はカエルチャンネルさんで言ってたの、うん、だからこれ偽物って、これ2021年8月21日までなの。だから違う違う、だからカエルの子はカエルチャンネルで言ってたじゃん。だからあれが生年月日とか言ってたよ。本当だよ。え、見せて、どういうこと。違う、だから、あ、作った時ってことか。そう、あー、びっくりした。多分ね、うん、じゃあカエルパパに聞いてみる。こちら、ひよこグミでした。めっちゃ気になるよね。気になる、かわいい。かわいいんだけど、中は明日一緒にやろう。そうだね、これほら、見て、トローリじゃないの。あー、じゃあ違うメーカーなんじゃないの。そう、ちょっと違うメーカーです。こちら、サイコラーメン、初のサイコラーメンです。気になるね。めっちゃ食べたかった。で、これさ、ここを切ってコローンってやって友達にドッキリできんじゃん。やってもらう。こちらはサイコラーメンでした。これね、あと、そのまま食べるの、それって。うん、へー、ここを取って。不思議それ。そうだね。じゃあ次、まだお菓子ありますよ。すごいお菓子、これ初めてだよね、こんなやった方のね。でですね、私がこの前動画で見て欲しくなったやつ、何、これ欲しいなって思ってたんだけど、うん、あったんですよ。何これ。ワッフル風船、練り飴。え、練り飴なんですけど、練り飴なんだけど、これストローが2本入ってるんだけど、こうやって練りってふーって吹くとシャボン玉が出る。へー、すごくない。すごい、練り飴で食べれるし、うん、そういうものなの。食べれる、やりたいね、気になるね。これ今度やりたいと思います、うん、これめっちゃ気になる。ピンクもなかった。ピンクはなかった、見せるしかなかった。じゃあ次いきますよ。これはもうお菓子じゃないです。うん、プッシュポップ。あー、そっか。じゃん、こちらいちごのプッシュポップ。え、普通のいちごのプッシュポップやんって思う人いる。で、開いたー。この中に何か入るんですよ。何入れるの、うん、そういうの入れるの、持ち歩くの。あ、でもいいかもね。入るんですよ、小銭じゃなくてもいいね。そうそう、でも押せなくなっちゃいます。あら、こうやってちょっと感触だけでも楽しめますよ。これめっちゃいい。次の商品はですね、ちょっとね、あの、これは普通のプッシュポップです。かわいい、アイス、お、袋入りだ。うわ、楽しみ。紹介するまで待ってたもんね。あれ、なんか入ってた今。キーホルダーだ。チェーンだ、うん、すごい。あ、え、かわいい、見て、ソフトクリームの絵が描いてある。ほんとだ、これかわいいね。あ、私たちも差し伸ばしたかったの。あ、気持ちいい。後ろは、後ろ片柔ら、いくよ。あ、絶対いいやつだ。あ、いいやつだ。
うわ、いい、これもう音でわかるよ、あの感じね。でこっちは甘いなんだよね。あ、なんかめっちゃ知ってる風やめて。こっちは甘いんだよ。そう、あそこそこ、おーおーおー、ねえ、どっちもこれ気持ちいい。やらして、あの、いい方やって、私がやる。気持ちいい。はい、言っていいよ。ありがとう。硬い方ね。あー、嘘だ、こっちだ。硬い方しか好きじゃないの、これ、私。きますよ。うん、めっちゃ気持ちいい。ちょっとね、チェーンかけてみたいですね、後で。これ、学校のさ、やつにもかけたい。何？ランドセルに。ああ。あの、いいんだよ。あの、ガチャとかだったら。うん？そう、見て。あ、すごい。めっちゃいいんだけど、だから、リュックとかね、例えばこれがリュックとするじゃん。うん。え、リュックで。虫ボブ触ろう。こんな感じで触れちゃう。そんなこともできるんだ。そうなんです。へぇー。だから、例えば、あれとか。あー、でも。いや、こんな風にもできる。おぉ。こうやってね、持ち歩けるんですよ、こうやって。あ、プシャボブしたい。ストレス溜まったって。そう。あー、あいつムカつくー。怖い。あれ、なんか、あのレインボーのやつ何？紐。あ、これはですね、キキちゃんのプッシュポップも紹介したからいいんだけど。ああ。それはいいから。あ、忘れてました。一番、え、なんか潰れてない？潰れてる。ああ。もう首です。なかったよ、ママ。